皆さんこんにちは、ムツダと申します。ドラメンチャの最終世代を探るっていうことでですね、いやついにこの2歳がラストクロップということになります。まあ本当にですね、そのシオバリーディングだけで言えば去年トップに立ったばかりと、もうこれからね一時代を築いていくっていう状況にも思えるわけなんですけれども、まあ残念ながら本馬はですね、惜しくも2021年8月に亡くなっておりまして、まさにこの年付けたですね22年産現2歳世代がラストクロップということになっております。でですね、この時に付けた131頭のうち、そこから生まれてきたラストクロップは96頭ということになります。まあ本当この頭数も今で言えばね、まあ単位付け頭数200頭超えとか、まあまた10番集められた状況だったかなとは思うんですけれどもね、まあそれでもですね、特にノーザンファンも中心に超優良繁殖っていうのが付けられた世代には間違いなくなっておりまして、今日はその特にね高額取引された馬を中心にご紹介していきたいかなと思います。まあまずはそのセレクトセールでですね取引された馬たちをちょっと高額馬順で並べてみました。23年のセレクトセール1歳と22年の当歳で取引された馬たちですね、まあ、やはり亡くなった後っていうことで馬主さんのね、まあ、熱意も組まれた価格かなっていうところはありますけれども、1億超えの馬としては12頭ということになります。そしてその最高価格、まあこの世代のねドラメンチャ3区の、まあ、最有力候補といっても過言ではないのがシャンパンエニワンということになっております。この母はケンタッキーオークス4着馬と、まあ、やはりトップクラスの米国繁殖ということになるわけなんですが、本馬の前蹄がですね先日勝ち上がって1勝クラスでも3着に入ったということでですね、まあ、よりその弟への期待っていうのも高まるところ、まあとはいえ初号が同じ血筋で8140万で、今回の弟が3億5000万ですから、まあもちろん亡くなった後っていうのもあるんでしょうけど、まあ相当やっぱり出来もいいんだろうなっていうのは感じるところです。そしてそれに続くのがコールバックのこと、こちらもね兄弟がもう高額取引されまくっておりますけれども、本馬もこの母はアメリカの G1 馬で、母チームストリートセンスっていうところは同じですね。兄の GT パワーがですねフランケル3区で2億6000万、この動画の週の東京1008でのデビュー、どういった走りをしてくれるのか、弟のためにも構想を期待したい。まあただもうすでに日本での実績っていう意味ではとてつもないものがあるのがこの2頭、ドナブリーニとリリサイドですね。ジェンティルドナとリスグラシュ、年度代表馬を出した2頭の妹と弟がドラメンテ3区、まあ特にドナブリーニは牝馬で2億3000万円ですからね、もう相当な高額、出来もいいっていうことなんでしょう。 TNA レーシングさん所有でですね、もうすでに馬名もヘンリエッタと決まっておりまして、そして厩舎も高木幸四郎厩舎と、まあもうバリバリのねノーザンラインで、まあ本番にまだ武豊騎手が乗ってね大舞台を沸かせるようなことがあれば、まあ非常に盛り上がりそうな予感です。そしてリリサイドはあの金子さんが所有されるということでね、いやあの神相馬がにね見定められた本馬がどこまで見せてくれるのか、そして守護馬を当てるっていう意味でも本当にとてつもない目をお持ちの方ですんでね、まあこれだけの品系にエチシドラメンテ、ぜひともね後継としての活躍も見てみたいところです。やっぱりここがねノーザンファームさん的にももう絶対欲しいっていうところはあると思いますんでね、今のところズレッツァ、ドライレーレというジアンバーは出ているものの、まあさらなるね、まあ、まさに父のようなね2冠3冠取るような馬の誕生にも期待しているところはあるでしょう。まあまだまだね先ほど2頭っていうのもこれから実績を積み重ねてきそうな感じではありますけどね、他コマンドライン、アルジャンナ、エルダーサインと、まあ非常にね POG 等でも注目を集めるこのコントコマンドの子なんかもおりまして、そしてこのアトミカウロってお母さんも非常に注目でですね、サイバーエージェント藤田進さんの所有馬っていうことでもなりますし、もう馬名もですねリューヤンキーという名前で、そして中内田厩舎っていうところも期待の大きさを感じるところです。でお兄ちゃんにはですねあの伝説のプリーミーがおりまして、本馬の誕生日はね12月27日とあまりに早く生まれすぎた一頭として、まあ、有名な一頭ですけれども、でまあその生い立ちはともかく非常にね、まあ、素質のありそうなところっていうのは地方競馬で見せておりまして、まあ、やはりこの前傾のですねちょっとポテンシャル
回りそうなところを見ると、いや妹にもね期待したくなるところであります。お母さんはアルゼンチンの G1 馬で、母父はおなじみのオーペン、もうとてつもない割合で日本で走りますんでね、そういった意味でも楽しみです。ということで、セレクトセールの出身馬たちとしてはこの26頭ということになりまして、そしてですね、まさにドラメンズ自身も所属していたサンデーレーシングっていう意味ではどういった馬たちがいるのか、まあ本当にねすごい馬たちっていうのが揃っております。グレナディアガーズの妹、ウェイビルアビニューの子であったり、まさにドライレーデのゼンマイ、マルケッサの子であったり、そして唯一のボバがカラフルブラッサムということでね、まあ本当旧車もですね、池添学さん、タナパクさん、堀さんと、まあそうそうたるラインナップを揃えておりまして、まあどの馬も本気度合いが高いっていうのをね感じるところですけれども、まあ特に個人的にはやはりカラフルブラッサムにはより注目したくなるっていうかですね、まあやはり父を管理した堀厩舎で、しかもボバっていうところを考えればね、いやまさに後継としての、いや期待も相当かかっている馬なんじゃないかなと思うところで、で結構血統的にもちょっと面白いっていうのは、ノーザンでは結構珍しいサンデーの 3×3 のクロス持ちなんですよね。でしかもハーチハーツくらいですから、トニービンのクロス 4×4 なんかもできてですね、まあこれだけ攻めた血量の馬がちょっと堀厩舎に入るっていうのは、いや相当このクラスがいい方向に出たパターンだったりするのかなと、血統オタクとしては妄想してしまうところで、いや相当なね、いや爆発力を秘めた一頭なんじゃないかなと勝手ながら思っております。他にもですね、クラブ関係馬で言えばサロミナの牝馬であったり、キラーグレイスス、キラーアビリティの妹であったりもおります。でちょっと注目なのが、この中内田厩舎がですね、この世代かなりの数ドラムンテ3区を預かるっていうところもあるようですね。キャロットのリッカビトスに、そして先ほどの藤田さんのニューヤンキーに、もう一頭チルイズミーという馬もそうですし、そしてトーサラの馬も一頭いるということで、いやちょっとこれは相当なね、ドラムンテ3区にとってのバックアップになりそうです。まあ特にやっぱり早期の時期の活躍、相当目覚ましいものがある厩舎なんでね、いや早い時期から活躍見られるんじゃないかなと思います。で他車大ファーム系で言ってもですね、結構の数ありまして、特に注目なのがマスクオフの子ですね。もう募集時8000万円という高額だったんですけれども、まあ今となってはそれもね、まあ納得すぎる価格設定で、まあなんといってもマスクドディーバがこの母から出ましたんでね、まあ本当リバーティーアイランドに迫るような杖やし、本当に潜在能力が高いものがありそうですし、まあ他の兄弟もトゥーフェイス、オープンバー出ておりますんでね、まあ相当な母の能力の高さは証明されてきた中で、このドゥラメンテ3区、まあ激アツな一頭なのは間違いありません。今後もサンデーの 3×3 クロス持ちということでね、まあ車台ファームは結構もう当たり前のように 3×3 作ってくるタイプではあるんですけれども、まあ本番もそのね爆発力に期待したいと思います。他日高系で言ってもドリームオブジェニー、あのファンディーナを輩出している品系のねクードメイトルの子であったり、あとはコンさんのアメージングムーンとかね、まあ相当面白い存在だと思います。バスラットアマルとかスタラエージェント、ヒロさんの血統という印象がありますけれども、まあ今のところ小獣馬主さん説が濃厚のようですが、まあこちらも面白い馬たちでしょう。あとは下神戸さんのパスオブドリームスとかね、クラバシュドールとかが出ているお母さん、そしてレイクベラにはメジロツボネとかもねいるということで、まあラストクロップの96頭、ここに登録されているのは95頭、まあやはりどれもね質の高い馬たちは揃ってるところでございます。まあ本当ディープにしてもハーツクライにしてもですね、最終世代が近づくにつれてとてつもない大物が出たりしてますんでね、まあなんとかドラメンテもその波に乗ってですね、最後の最後に超大物が出てくる可能性はあるラインナップじゃないかなと思います。まあやはり現3歳世代やこのラストクロップ世代の活躍によってですね、まあどれだけリーディング採用を維持できるかっていうところにもかかってくる部分はありますんでね、まあちょっと今の3歳世代不調な感じはありますけれども、まあここからなんとか盛り返していただいて、今年も死守してですね、そして来年も2歳がいないとはいえ、ほんとこのまた次第では維持できる可能性十分ありますんでね、まあ3年連続ぐらい目指して頑張っていただきたいなと思います。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。